私この間じゃあね、すごい有名な台湾のすごい予約をしなくちゃいけない。すごい怖かった。まあ3年後に超ご期待なんだけど。死んじゃうみたいなこと言われたの。だからそれひどい。超ご期待。3年後にこの映像は使えるかもしれないけど、分からないんだけど、本当にいなくなるって言われたから、それは芸能界ですかって。消えてしまうんですかって。ちょっと待って、それはどっちもまずいんだけど、いなくなってここからどこからとかって言ってたら、何を言うってことやね。あの、死ぬ時は何も持ってけませんよって言って、その人私の顔見て泣き出すの。嘘。もう私が泣きたいよ。大丈夫。そう、大丈夫。アドバイスいいよ、そんな同情なんか。